ントの掟じゃ他流試合は相手が死ぬまでやり続けんだってな、兄じゃ。私が立ち会う以上、それは許さぬ。構わんな、ラオ。好きにしろ。だが、敵に過ぎた情はいらぬ。ケンシロウ、特にお前はな。わかるか、ケンシロウ。おめえだけが半人前だって言われたんだよ。でも勝ちゃいいんだ。なんだと？俺もケンシロウと同じ格下組なのか。気に入らねえ、気に入らねえ、気に入らねえ。どいつもこいつもぶちのめしてやる。ケンシロウ、貴様と俺の格の違いを見せてやる。己の無力さを思い知ったか。我が子の風を吹く者、風の中に真空を走らせる。これから貴様に生き地獄を味わわせてやろう。俺に北斗神拳の神髄を見せてやろう。剣を握ったら北斗にあらす。行くぞ。
バカめ、勝てばいいんだ。何使おうが勝ち残りや。ケンシロウ、どこにいる。俺と勝負しろ。なんだ、ケンシロウに嫉妬か。ユリアか。ユリアを取られて悔しいのか。黙れ。まず貴様から地獄へ突き落としてやる。愛にふやけた剣なんざ敵じゃねえんだよ。見たか、このジャギ様の実力を。この俺様はまさにエリート中のエリートだ。伝承者の座はこの俺様がもらった。シンはずっと怖い目であなたを見てた。私、とても心配だったの。シンはな、ユリアを自分のものにしようとしてたんだよ。バカな。おめえは本当にアマちゃんだな、ケンシロウ。なぜ奴にとどめを刺さなかった。あの様子じゃ奴はこの先何をしでかすかわかんねえ。そうやってイチャついていられんのも今のうちだ。だいたい憲法家が愛だの女だのくだらねえ。まったくてめえは伝承者候補失格だな。ジャギ、はあ、やってられねえな。おい、いつもこうだぜ。ケンシロウはいい子で俺は悪。いつもこう。俺は何をやっても怒られる。ケンシロウは何やっても許される、愛される。いいよな、みんなに可愛がってもらえるケンシロウはよ。何が光栄だ、冗談じゃねえぜ。今も昔もあの女は薬病神同然だろ。世の乱れは近づいている。ドキ、北斗の命運はお前とケンシロウの中にある。何だと。おい親父、今のはどういう意味だ。伝承者はトキかケンシロウってことか。なんだよそれ、いつ決めたんだよ。俺たちは全員まだ伝承者候補だったんじゃねえのか。じゃあ俺は一体何のために修行してきたってんだよ。北斗神拳は究極の暗殺拳、すなわち闇の剣。その心に愛を持たねば剣に滅ぶ。
キアによる。お前はその心に時矢ケンシロウと同じく深き愛があると言えるか。なんだよ、じゃあ最初からできねえつだったのか。俺なんか最初から必要ねえ、そういうことかよ。なんだよ畜生、待てよ親父。残念ですが、ここからはお通しできません。ユリア暗殺を邪魔する者には死あるのみ。寝てみろ、俺は今日むしゃくしゃしてるんだよ。ユリア、ユリア、ユリア。勝てばいいんだ。何使おうが勝ち残り。邪気、歪まなければお前も立派な伝承者候補になれたのだ。け、あんな化け物に勝てっかよ。お前が俺に勝つことなどありえんのだ。今少しでユリアの命を奪えた者を、まず貴様から始末してやるわ。俺様の名を言ってみろ。なんと極性は小生のみ。なんだ、なんとの奴らの仕業かよ。ジュリアめ、面倒ごとを持ち込みやがって。私が狙われたのね、なんとの者らに。もう大丈夫だ、ユリア。いいえ、分かっていました。私はここに。私のせいであなたたちを。おい、なんだその茶番は。ああ、そうだ、お前だユリア。お前のせいだぜユリア。お前がノコノコやってきたから道場は襲われたんだ。どうせケンシロウ目当てかなんかだったんだろう。ああ、強気、いいか、お前らが何もかもめちゃくちゃにしてんだ。兄者たちもシンも俺たち全員を不幸にな。お前らのせいで何とも北斗も終わりだな。おい、待て、ジャニーよ。なんだよ親父、俺になんか用があんのかよ。俺になんかもう何の用もねえはずだろうが。ジャニオ、私がなぜお前を伝承者候補としたかわかるか。ジャニオ、お前は昔から繊細だった。誰よりも人の目に心に敏感でな。だが私はそんなお前に可能性を見たのだ。周りに惑わされるな。
己自身と向き合え、その心に眠るはずの愛と。愛だと？俺に愛なんかねえ、あるわけねえだろうが。いくら修行したって、強くなったって、俺は誰かに愛されたことなんじゃねえんだからな。ジャンミオ、私はお前をずっと我が子のように思っていた。なら親父、俺を愛していると言ってみろ。ほら見ろこの邪魔を。愛なんかねえ、どこにもねえじゃねえか。俺はな、もう北斗の教えなんざ信じねえ。もうてめえを親父なんざ呼ばねえ。世の乱れは日増しに強くなって、我らも次代の北斗を継ぐ者を定めねばならぬ。今よりお前たちに暗殺権の意味を問う。正しき答えを導いた者のみに北斗神拳伝承者の資格を与える。無駄だろう、どうせ決まってる。本命は時か。何が何でもケンシロウだけには絶対負けねえ。俺はあなたが伝承者となると信じている。ケンシロウ、お前もまだ伝承者候補であることを忘れるな。両者構え、始め。ケンシロウ、てめえだけには絶対絶対負けるわけにはいかねえんだ。伝承者の資格を問うこの試合です。武器に頼るのか、ジャギは避けた方がお前のためだ。兄者の剣には一目置いている。だがだが、ここまで来てもう後に下がれねえんだよ。
兄者は分かっているのか。もう伝承者は決まっているんだぞ。そうやってほざけ、道を阻む者も砕けぬ弱い剣しか持たぬならな。伝承者は伝四郎とする。何？今ならまだ間に合う。親父に謝り伝承者を辞退してこい。大体一番下の弟が伝承者になどなれるわけねえ。そうだろう。俺たちを差し置いてこんな馬鹿げた話はねえ。伝承者には愛が必要だぞ。親父も増加してるぜ。要は勝ちゃいいんだ。どんな手を使ってでもな。時はいずれ死ぬ。ラオウはふぬけやがった。今北斗神拳を伝承するのはこの俺様しかいねえ。貴様、いい加減にしろ。呪文九段。あへえ。うわあ。行け。貴様に伝承者の資格はない。バカめ。今が俺を殺す最後のチャンスだったのだ。それを逃した貴様の不運を思い知らせてやる。おい、誰だ誰だ
この顔は。なんだこれ、まるで化け物じゃねえか。親父、愛、愛が必要だぞ。愛されるわけねえよ、こんな顔じゃな。なんで俺がこんな目に遭う。俺の何が間違っている。許さねえ、認めねえ。殺してやる、殺してやる。思いつく限り卑劣なやり方でな。そうだ、俺にもいたぜ。たった一人俺を必要とする同志が。でも勝ちゃいいんだ。シン、奴もユリア絡みでケンシロウには複雑な思いがあるはずだ。敵の敵はお友達ってな。俺の話を聞けばきっとその気になるだろう。まあ押しかけてシンに煽ってんだ。まずは邪魔するクズどもから片付けな。いいか、バカめ、勝てばいいんだ。何使おうが勝ち残り。いいぜ、思いっきりやっちまえ。奴の強さの元とは何だ。執念か。貴様、俺の目の前で随分とふざけた真似をしてくれたな。この状況じゃ素直に話は聞いてくれねえか。仕方ねえ、実力行使だ。ってことで、シン、素直に俺様の話を聞け。お前もケンシロウの甘さは知っていよう。今の時代をあいつでは生き抜くことはできん。となればユリアは必ず誰かの手に落ちる。黙れ。奪い取れ、ユリアを奪い取るんだ。今は悪魔が微笑む時代なんだ。黙れ黙れ黙れ。その執念だ。その執念さえあればユリアは奪える。迷うことはねえ。欲しいものはてめえで奪い取るんだ。見たか、あの芯の壊れっぷり。
哀れすぎて笑えてくるぜ。奴は必ずユリアを強奪する。これでケンシロウも終わりよ。したのは俺、つまりケンシロウはこの俺様に敗れたも同然。ざまみろ。やはりケンシロウよりこの俺様が優れてたってことよ。あのお方は人々を救うだけでなく悪も制すとき、あのお方は我らの希望、まさに救世主だ。救世主だと？気に入らねえ。まさか、まさか決勝か。だったらこの俺様がチキチキにぶっ殺してやる。救世主だと？気に入らねえ。どいつもこいつもぶっ潰してやる。ケンシロウが生きてるわけねえ。救世主っていうのはアリチャだったのか。ぶちのめす必要はなかったようだな。いや、その答えはまだ早い。偽りの救世主はこの奥。天才の俺様が救世主となって支配してやるわ。救世主に逆らうのか。さあ、ひざまずけ。そしてこびろこびろ。救世主って言ってる野郎を見るとな、虫図が走るんだよ。
なんだ、トキか。おっと、落ち着けよ。俺は兄者に喧嘩は売らねえ。惚れた女と恋敵を守って、頭は真っ白、お先は真っ暗。今で十分泣けてくるほど面白えかな。気遣いとして受け取っておこう。あんまり俺を見くびんなよ。いいか、お前も真の噂は聞いているだろう。あのケンシロウからユリアを奪ったと。なんと、真をそそろかしたのはこの俺様なのだ。すなわちケンシロウは俺に破れのたれ死んだのだ。この世を制するのは力、憎悪、恐怖。俺はその天下に極悪の花を添えてやるぜ。ジャギ、シンは本当にケンシロウを殺したのか。何？ジャギよ、分かっているだろう。何者も真に悪には染まれぬ。ケンシロウが生きているだと？なずねえ。もしまだ生きているのなら、俺がこの手で必ずぶっ殺してやる。救世主ごっこをしてんのか。今度はぶっ殺すぞ。うず、濡れ衣だ。俺ではない。知らぬのか、胸に七つの傷輝く救世主の噂を。七つの傷？そいつの正体を知りたいか。シンがケンシロウよりユリアを奪ったことは知っていよ。その時シンはケンシロウの胸に傷をつけたらしい。北斗七星をかたどった七つの傷を。なんだと？シロウは生きている。そればかりか、崇められている。真の救世主として許さねえ。ありえねえ。今すぐぶっ殺す。今すぐ悔しいのか。ならばお前が救世主となればよい。その通りだ。その通りだな。どうだ、俺の名を言ってみろ。救世主ケンシロウ。そうだ、この俺様が救世主ケンシロウ様だ。奴はユリアを失った。ならば手始めに女を奪ってやる。極上の奴をな。泣け、叫べ。もう誰も返事はしねえがな。兄さんがきっと私を助けてくれる。さて、それはどうかな。
アイルだ。美しきお前の兄はすでにこの世にはいない。なんだてめえ。ユダの野郎、女を連れて行きやがって。許せねえ、許せねえ、絶対許さねえ。奴のケバイカをボコってさらに派手にして、その上で女を取り返してやる。俺様の名を言ってみろ。シューメラが攻めてきている。面倒くさい奴が現れました。面倒くさい奴だと。てめえ、俺様の名を言ってみよう。俺様の名を言ってみろ。己の無力さを思い知ってか。出番だぜ、我が愛しの原骨よ。我流は抜け、抜けゆえ誰にも。見た。子供たちの光を奪い去ることは許さぬ。我らはユダから女を解放して、お前はユダの配下だ。協力できるか。てめえらなんかに協力するもんか。てめえらみたいな愛を掲げるクソどもとよ。ほざくな。貴様らまとめて地獄へ突き落としてやる。見た。俺は女たちを助けに来た正義の味方だ。その仮面の下はすげえ美人じゃないよ。俺は女をさらいに来た極悪の味方だ。正義の味方も色男も蜂の巣にしてやろう。の手下か。お前、女はいるが。でも言うか。愛なんてくだらねえもん、俺には不要だ。飛行、私には守るべき光がある。バカめ、勝てばいいんだ。何使おうが勝ち残り。あらよ、これが雲の十三の生き方よ。己の無力さを思い知ったか。この俺が負けた。いいか、お前が俺に勝つことなどありえんのだ。バカめ、勝てばいいんだ。何使おうが勝ち残り。俺様の名を言ってみろ。ご苦労、よく来てくれた。貴様のおかげでレイにまた絶望を与えられる。さあ、ハイルをくれてやる。俺のシナリオ通りさらって逃げるがいい。なんだかよくわからねえが、施しはいらねえ。女は貴様をぶっ潰してからもらっていく。いいか、お前が俺に勝つことなどありえんのだ。
の野郎、口ほどにもねえ。さて女だ、あの女はどこだ。絶対お前を楽になんてさせねえ。お前を死なせなんてさせねえ。いいな。